久保さんまあ大抵はお金がもらえるレベルにいないですね。うんこれはね、まあ、あの結構あるあるなんですけどもあのいろんな本を読む中でよく営業マンの方でね営業マンの方でよくある話なんですけどあの営業で成績が取れて「よし俺は稼げるぞ」と「営業腕ある」っつってね 自分で独立して会社立ち上げて自分で新規で営業していくんだけどなかなか思うようにいかず売り上げ作れないっていうまあ話があるんですよこれはなんでかっていうとまあそこで大体の本はそれで書いてあるんですけどあ俺は今まで会社の看板があったおかげだったんだみたいなねそこで気づくみたいな <laughs> そうまあそのねトヨタだったらトヨタの車だから、まあ、前提条件として確かにトップ営業マンだけど トヨタという絶大な信用、信頼があって、そしてそのものがあるからっていう、でも自分で起業して、どこの製品も分かんない、どこの会社も分かんない、そこの商品、サービスを買うかっていうと、どんなに営業特取がうまくても、そこに信用、信頼がないわけですから、新規で取っていくのが非常に難しいっていうことですね。要は、新規のお客さんなんだけど、お客さんとしてはトヨタは、まあ、営業マンは新規だったとしても、 トヨタは新規じゃないんですよ。CM 見てるしね。CM 見てるし、ずっと見てきたから。トヨタという車は新規ではない。って話なんですね。だからこれはね、結構、その、まあ、勘違いしてる人が結構多いかな。だからこれはね、自分一人で、たった一人でね、たった一人で自分でブランド作って、自分で会社作ってこうやっていくってことをやらないとなかなかこれは、あの、感じることができないんじゃないかなと思いますね。 であの早く、さっさと自分で会社を作ってやってみた方がいいと思います、そうすると、あの世の中がどれだけ厳しいかっていうのがね、あの分かりますので、い <laughs> ってらっしゃい。